最強のエッセイ漫画って何かなって言ったら、漫画道じゃねえのってなっちゃって。でも漫画道はエッセイ漫画というよりは、自伝漫画ですよね。自伝漫画、および、その周辺ドキュメンタリーっていうか、セミドキュメンタリーっていうか、みんなが知ってる人たちがいっぱい出てて、で漫画道がそのパワフルなコンテンツだっていうのも、最大の理由は常盤荘だってことなんですよね。常盤荘がなぜ強いかっていうと、みんな貧乏で無名な人が、塚田王様の元に集まって、貧しい暮らししながら、もう全員が跳ねたっていう印象。で実際はそうじゃないですよね。光と影なんですけど、とにかくでかいんですよね。石ノ森章太郎がいるだけですごいのに、石ノ森章太郎と赤塚不二夫が一緒に住んでたっていうのがもうふざけんなっていうくらいすごいことなんですよね。その後のギャグ漫画と SF っていうか少年漫画のもうその軸、手塚以降の柱になるんですけど、そこに藤子不二雄がいるっていう、未だにドラえもんの話しますからね。この3組が同時期にいて仲良く作って、貧乏暮らししてたっていうね話は、ほとんどの漫画少年が乗れるっていうか、漫画を描こうと思っている漫画少女、漫画少年たちが憧れるっていうかね、もう日本の漫画史上でも最強なストーリーですよね。最強のハッピーエンドっていうか。で、ところが、そこに出てきた人たちの中に、なかなかうまくいかなかった人たちもたくさんいるんですよ。で、なかなかうまくいかなかった人たちの中の代表格が赤塚不二夫で、このなかなかうまくいかない赤塚不二夫が、年下の天才漫画家、石森章太郎のアシスタントをやりながら、暗く地道に頑張ってたのがある日さ跳ねるっていうのは、またこの常盤荘の物語の中の一つのエポックっていうか、みんなが大好きなシーンですよね。で、一方でダメ人間もいるっていう。ダメ人間代表として森安直哉さんはちゃんとしなかったっていうね。でもいいやつだったって、一番盛り上げるやつだって。これあれなんですよね、ボキャブラ天国の小坂大魔王をすごく思い出すんですよね。森安直哉さんの話がなんで有名なのかというと、キャバキャバキャバの笑い方もそうなんですけど、 NHK のドキュメンタリーになってるんですよね。森安直哉さんの漫画家としての影の部分と常盤荘の光の部分っていうのをまとめたドキュメンタリーがあって、これを僕らも死ぬほど見ていて、森安さんと親戚のおじさんみたいに思って、森安さんっていうのは地道で美しくて堅実で真面目な漫画を描く人だったんだけど、まあとにかく爪が甘くって逃げちゃうんですよね。友達にお金借りて逃げちゃうっていうね。ほんですぐ漫画家辞めちゃって、牛乳配達したりとかして食えないもんだから。でもフラフラ一緒に行ったりとかして出たり入って、そういう人っているんですよね。それ以外に最近ちょっと面白いなと思ったのが、常盤荘に馴染めなかった人たちの漫画っていうのを長谷邦夫さんが書いてて、長谷さんは藤尾プロで赤塚先生手伝ってますよね。だからまあ赤塚一派の代表格の一人っていうかね、その方が見た常盤荘、その人も同時期の常盤荘のジェネレーションの人で、今あんまり語られないんだけど、そこそこ人気だったあの漫画家さんたちも常盤荘の周辺にいるんですよね。で、長谷さんが書いた長谷さん側からの常盤荘っていう漫画があって、それ見てたらですね、柘植義晴さん出てくるんですよね。柘植義晴が手塚治虫を訪ねてって常盤荘ので漫画で食えんのかみたいなこと相談したって話あるらしいんですけどね。それきっかけで俺は漫画家になるんだって決めて18歳でデビューするっていう柘植さんの、まあ、漫画人生が始まるんですけど、きっかけは手塚先生なんですよね。ああ見えて、だその時のその後に柘植先生は赤塚先生と友達になってるんですよね。で赤塚先生を訪ねて常盤荘に行ってるんですよね。でも常盤荘の連中があまりにもインテリでついていけなかったっていうようなことを言っている。それがね、長谷さんの漫画周辺に出てるんですね。他にもいろんな本があって、いろんな人が常盤荘を書いてるもんだから、いろんなカメラで表現されてるんですよ、ね、常盤荘っていうもの。赤塚先生のインタビューで、小学校しか出てない自分がね常盤荘入ってたらみんなインテリだったと。石森先生がめちゃめちゃ本読むのは有名ですけど、藤子不二雄の二人がテープに録音してたと。何を録音してたかっていうと、チャーチルの回顧録を録音してたって言って、チャーチル何なんだよっていう、全然わかんないよっつって、あの時はビビったなっていう赤塚先生のインタビューあるんですけど、手塚治虫からの藤子不二雄、寺田裕雄、石森章太郎って、あのあたりの人たちってやっぱり相当な勉強家だったと。まああとね、そこそこ家が豊かだったっていうかね、まあ、手塚先生はご存知の通りのお坊ちゃまなんですけど、阿鼻子先生も藤本先生も貧しくはないんですよね。だけど戦後ね、柘植さんなんかだと大島の旅館の板前だったお父さんと暮らしてて、お父さんが亡くなるまでの数年間みたいなのは豊かで、あとはもう本当に地獄のような極貧との戦いをずーっと続けてきた人なんですよね。あとコミュ障なんですよね。いわゆる人の前に出れない人っていうか、だからなんかみんながいるといなくなっちゃう。だから柘植さんがそこに行けなかったって、やっぱり性格的な部分もあったんだと思うんですよね。とにかくもう一人でこもるっていうか、なんかだんだん
どくなってて、それが、こう家族にも会えなくなっていくみたいな感じになっていく。それがあの人の、まあ、作風になっていくっていうか。で、まあ、こもっているのがもう限界になってて、あの人旅に逃げるんですよね。旅という孤独に行くんですよね。まあ、その辺が全部漫画に出てるんですけど、つげさんが時はそう批判してるというか、まあ、その時はそうには二度と行かないって言ってる。これがすごく面白くて。だから、反時はそう側っていうのがあって、これがちょっと面白いなと思うんですよね。それでですね、反時はそう側っていうのを考えると、まあ、最初に菅さんが手塚先生のところに行った頃の、初期の時はそうっていうのは、まあ、寺さんと手塚先生ぐらいしかいなかった時期だと思うんですよね。まだワーワーなる前でね。それで手塚先生に会ったって。手塚派かと思いきや、そうじゃなくてですね、その手塚先生がすぐいなくなって、そこに時はそうが、の人たちがいっぱい集まってくる。で、石森章太郎さんが入ってくるので、1957年です。昭和31年とかあのあたりなんですけど、その頃に、柘さんはどうしてるかっていうと、同時期に辰巳義弘さんと会ってんですよね。いや、劇画カリスマですよね。劇画の中心人物と柘さんが合流してるんですよ。で、その後に、いろいろ頑張ったけど、パッとしなくっていうか、締め切り恐怖症になって、行方不明になっちゃうんですよね、柘さんってね。その柘さんを説得して、漫画、ガロで書かせるっていうのが、なんと白戸三平さんなんですね。で、白戸三平さんは、まあ、手塚先生をね、脅かした劇画界の大スターじゃん。で、そこに斉藤孝雄さんいるんですよね。斉藤孝雄さん亡くなって、いろいろ考えたら、斉藤孝雄さんと、辰巳義弘さんと、その辺ですよね、白戸三平さんと、そしてですね、そのちょい上の世代ですね、大御所としての水木しげるさんがいるんですよね。で、水木しげるさんが気に入っちゃうんですよね、つげさんのことをね。で、行方不明のつげさんを連絡しろっていうのを、ガロ本誌に書いて、雑誌使ってメッセージを送ったっていうのすごいですよね。そんなこんなで水木プロを手伝うために入ってくるっていうのが、つげ吉原さんが書いてる。だから、水木先生のところに、ね、取材に行った時に、もうつげさんの話になりましたね。で、つげさんいじりがひどすぎて、つげさんが傷つくから、お父さんダメよ、みたいなことを娘さん言ってましたね。まあ、そんな感じでわちゃわちゃ仲良かったみたいですよね。柘植さんと、あと、池上良一さんですよね。これね、すごいですよね。池上良一さんと柘植さんと、水木さんと、辰巳さんと、ほんと、劇画の時はそうですよね。だから、水木先生って、もともとは村茂雄さんという名前で、水木荘っていうアパートの管理人をやったことがあるんで、自分の名前を水木しげるに変えてたんですけど、水木荘対時は荘とかね。で、時は荘は手塚治虫経由で、まあ、上にディズニーがいるんで、ディズニーからの流れなんですけど、でディズニーからのアップタウンカルチャーっていうかね、お坊ちゃまカルチャーの系譜っていうか、いい子インテリたちの系譜っていうのが時はそうってある。そう、一方でもう水木荘の流れで、水木さん一派からの劇画一派ですね。光の一族対影の一族でね。で、水木先生のその上にはまあルドン先生がいますからね。オディロン・ルドン先生がいますからね。まあシュールレアリズムですよね。そして柘先生も非常にシュールレアリズムになってしまいましたよね。で、白戸先生がイブセマスジとか読めよみたいなことをちょっと進めたらしいですよね。あと、旅館に呼び出したんで、そのあたりから白戸さんきっかけで旅にハマっていくみたいなのもあったらしくって。時はそう、それからスタジオゼロっていう、まあ、そちら華やかなラインもありなんだけど、これ60年代前半を飾る光のカルチャー、高度経済成長の光側を時はそうがやるんですけど、その後ちょっとオイルショック以降の闇の時代が始まるわけです。まあ、段階世代の学生運動のあたりから始まる、69年ぐらいから盛り上がってくる闇の時代、プロレタリアの時代っていうのをこっちがガロ中心に支えていくという水木荘、闇の影のこの2派に分かれて戦いがあったっていう話、これはなかなか面白い。もしかしたらかな、柘義春の漫画道っていうのをすごい読みたいですよね。これは今っぽいんですよね。わちゃわちゃできない人っていっぱいいるじゃないですか。水木派の人たち、柘義春の人生、まあ、ハードコアですけどね、なかなかきついですけど、あっちはあっちの希望があるぞというね、話をね。そんな感じで、その漫画道もそうですけれども、何がすごいって、この二人小学校の友達ですよね。だ小学校で同じ教室で声かけて、お前も漫画描くのかみたいな感じで、その藤本先生が阿比子さんに声かけてくれたっていうところから、このもう伝説が始まるですね。で、面白いのがとにかく F 先生の方が人付き合いが嫌いなんですよね。人間が嫌いなわけじゃないんだけど、あんまコミュニケーションが好きじゃないんですよね。だこの人飲みに行かないんですよね。へぇ、友達もいらないと思ってるんですよ。就職もしたくないんですよ。一回だけ就職してるんですけど、すぐ午前中で帰ってきてます。うん、すぐって本当にすぐじゃん。そう、ほんの数時間で、俺には会わねえって言っても会社行かねえって言っちゃうんですよ。面接受けた。一方で、この藤本先生に対して、阿比子先生の方はめっちゃハマるんですよ。
会社に、富山の新聞社にドハマりして、女の子ともうまくいくわけですよ。そう、そこの女の子ともう会社で会えなくなるんだけど、藤本さんに誘われて東京に行ってプロになるんだよって言ってお別れするみたいなのが漫画道の中に出てきますよね。だからまあ馴染んじゃってたんですよね、会社にね。それでイラストとか描かせてくれるしっていうのでよかったんですよね。まあとにかく美子先生魅力の化け物です。むちゃくちゃサービス精神がある。あでこの人が出版社に行くわけです。藤本さん行かない。で藤本さんが行った時はもう喧嘩になって、もういいよ帰ろうぜって言って、藤本先生帰ろうとするからまあまあみたいな感じで止めて、この方がまあいたおかげでなんとか仕事がつながっていくっていうことなんですよね。はい。あとまあ阿比古先生の基本としては、まあお寺の曹洞宗の息子なんで菜食主義者とね、で本当にお肉が食べられないなんだけど女が大好きです。阿比古先生に憧れてたある漫画家の人が熱く漫画道を語ったですみたいな話を、ね、バーで してたらしいんですけど、ずっとホステスさんを見てたそんな思い出がありますみたいなツイートされてましたね。暴露系がそう流行ってますから。そう、時はそうってあんまり恋バナが出てこないんですよ。だけどまあおそらくですね、この方が一番モテただ。でこの一番モテてた人が漫画道書いてるから、うん、俺モテたって話書かないですよこの人。